自分のの咀嚼の音で <laughs> そう,そうだからクッキーはカントリーマームっぽいクッキーが好きだし。 ポテトはがいいしチョコはあのなんか ABC みたいなアルファベットのやつじゃなくて中になんかは中になんか空洞が開いててファシャファシャってなるなん,かな,んかなんか丸い粒々みたいなのが開いてるチョコがいいしそうトリュフっぽいやつとかうん。 だからボウロとかも何か好きだしそうボウロの味がしないけどなんかちょっと甘い気がするボウロなんか薬局でもらえるボウロ ラムネあんまり食べないそう,そうラムネとかグミとかなんだろうなうんーちょっと酸っぱいとか人工っぽい甘さとかそういうのはあんまり好きじゃなくて普通のお菓子が好きなんかなんていうかお菓子屋さんに売ってるお菓子で種類があるものが好き。 例えば、グミとかないし、お菓子屋さんに多分、あんまり、あと、そうなんか、グミとかないし、なんか、あと何がないだろうな。なんか、ないものあるかな。ラムネもないし、さっきの。 のの健康のために固い食べなしようだってや,だーやだやだやだでも基本私なんて言うんだろうそんなにお菓子駄菓子好きって言ってるけど食べないからなんかお菓子っぽいお菓子なんかお菓子食べるんだったら普通の食事したいなみたいな歯だからアイスは食べる。 けどアイスとかスイーツっぽいものは食べるけどよくお菓子はね最近あんまり食べないおせんべいは何かせんべい食べるんだったら普通の食事したいかなみたいな。 パルム派とみただって。いいえ。雪見大福派です。雪見大福が美味しい。アイス。でも雪見大福は。あのすぐ食べるのはノー。の <laughs>。そう。 すぐ食べるのはダメだからちょっと待つ袋を開けて待つとちょっと早く感じるよ雪見大福ちょっと溶かしてから食べる美味しいよね だってバリバリするとさ食べ物硬いものとかだとさあの美味しいって感じる前に顎が疲れるじゃん <laughs> 顎が疲れるからあの美味しいの前にちょっと疲れる大人は2個同時に食べるんだよだって <laughs> なんかリスみたいになりそうだようん <coughs> <coughs> うん <laughs> だからソフトクリームとかでも舌にコーンがついてるとうんこのコーン柔らかかったら食べやすいのになって思うそう咀嚼めんどい時あるよねわかる咀嚼疲れるそんな 顎がバリ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 現代っ子だなあ顎の力なんだっけ弱いんやなだってそうだよね現代っ子だよねえででで現代っ子って顎の力弱いの今更さらだけどえそうなの でもコーンが美味しいなって思うのはソフトクリームの多分だけど水分がコーンに行ってしまってもそもそなんかへこむ感じのコーンになってるとああ食べやすいなーって思う <laughs> いいないいなって思うガム食べたりしないだってしないガムは食べないねうーんでも なんか勉強してる時あの多分なんか絶対にこの時期はっていう時皆さんあるじゃないですか受験とかねそういう時にあかんであの紛らわしてたあのご飯食べる時間をそう <laughs> うんうんそう でも確かにリンゴは私疲れるな。ああああ,あ,あって。でもルレクチャーは大丈夫。ああああってできる。おばあちゃんと同じ食生活だって。でもおばあちゃんボールを食べないよ。 でも好きな果物はそうバナナと桃とババババババナババナ…バナナと桃とあと…バナナと桃とえっと、ちょっと高いシャインマスカット <laughs> でも、なんかあのシャインマスカットは高いのが美味しい。 皮まで食べれるやつ <laughs>。そう。あとメロンも好きだよ。メロン、モモ、バナナ、高いシャインマスカットが好きです。 でも本当はスイカも美味しいなって思うんだけど種を取り除くのが面倒だからあのちょっとちょっと嫌 <laughs> だ <coughs> でもシャインマスカットとメロンは高いのがいいなはい本当に柔らかいやつばっかりえそう確かに。 あマンゴーね好きだけどあの好きだけどあ,のあんまり食べないなんかフルーツのパックとかにあんまりマンゴーって入ってなくないマンゴー美味しいけどねすごく美味しくて甘くて大好きだけどあ柿も好きだよ柿も好き さくらんぼは酸っぱい。そう、でもね、おばあちゃん家に柿がなってるからね。一年。ん、てかね、今年は多分十、十個二十個は柿食べた気がする。そう、朝昼晩食べたよ。柿。<laughs> もう、ありえないぐらい食べた。 うん、パイナップル花江ちゃんが好きだから言いにくいけどそこまで好きじゃないです <laughs>。はい柿はでもね柿ねお父さんがあのお父さんのその実家で飼ってるあの育ててるんですけどそれでお父さんが毎年柿食べ過ぎて柿苦手になったんです。そう柿の食べ過ぎでお父さん柿苦手になって 柿食べれなくなくっっちゃったでも柿のね私真ん中が好きなの真ん中の上部分が好き柿のこんにゃくみたいなところキウイフルーツ酸っぱいから苦手そうでもう好きだけどねうんでも選んでいいって言われるんだったら取らないかもそう でマジで多分1010 10個20個は食べた柿やばいめっちゃ食べたよ <laughs> でも何の果物が一番好きかって言われたらなんだろうな柿かもなうん 柿が一番好きかな。でもなんかあの平等に美味しいなんか全部なんかなんて言うんだろう平均の値段で買ったとしたらカキが一番好きかも。シャインマスカットも美味しいけど高いのが美味しいから平均の値段で買ったらカキが好きかも。 でも全部高い値段で買えますって言われたらシャインマスカットが美味しいかなって思ううんうんそう美味しいよねアイドルはいちごが好きなイメージだっていちごショートケーキに乗ってたら美味しいし,し,し いちご味は好きなんだけどいちご単体は結構酸っぱいじゃんだから「酸っぱい!」ってなるから食べれないでもね多分普通に売ってるいちごは甘いんだと思うよでも私が食べたことあるいちごっていうのは家でなってるいちごここの家でなってるいちごかおばあちゃんちでなってるいちごしか多分私 いちご単体では本当に食べたことない気がするからあんまりだからそう感じるのかもうんそう家でなったいちごはちょっと酸っぱいんですよね あとね家でなるブルーベリーも酸っぱいブルーベリーは鬼酸っぱいブルーベリーとあとベリーなんかつぶつぶのやつあれも酸っぱいこうなるってなるそう酸っぱいんだよね 家でめっっちゃ育てててるなーってあー確かにでもなんかねなんか何歳記念とかで記念樹植えちゃう系の家だからそう生まれた時はみかんで多分みかんの木があって10歳の時はオリーブの木でそう。 でもみかん家でなるみかんってマジで酸っぱいよね。うん、家でなるみかんさすばーってなるけどすばーんなーうーんってなるときもあればあのなんでこんなに甘いんだ感動っていうときもある。 でもね15歳になったから何植えようかなと思ってまだ何も植えてないけど植えてって言うんだったら金木犀みたいななんかあるじゃんなんかいい匂いの木あれ植えたいな植えたいあれ。 あれ植えたい植えたい系アイドル <laughs> 金木犀は食べれないよだってわかるよ食べれないよそう食べれないけどなんかね金木犀が植えてある木植えてあるお家の前を通ると振り返っちゃうのねなんかだから金木犀植えてあのー、私も あーいいお庭だなーってしたいしたいな、うん、匂い酔わないかなだってわかる匂い酔いもしやすいんだよねそう うち金木製あるよだってえー、すごいいいな植えたいけどさうちもさオリーブの木とかあるけどさマジでオリーブってさ実がなってもさ普通の家庭じゃさ調理できなそうだけどどうやって作ってるんだろうね作ってる使ってるんだろうねオリーブの実とか そもそも使ってるのかなそれとも記念で植えただけなのかなオリーブはイタリアンに使えるだって煮込み料理あじゃあ私知らないうちにオリーブのかオリーブ関連のもの食べてたのかうんうんうんあ搾ってるのか 絞ってオリーブオイルになってんのでもそれもさ難しくないそんなうちに専門の技術ないよどうやって使ってるんだろうねオリーブなってはいるけど取ってないのかな 夏,夏の栗の木の香りあーなんか素敵そう植えてもらおうかな栗とかなんだとかでもなんか金木犀ってさあなんか金って入ってるしなんか縁起良さそうじゃんだから15歳で使いたくないかもしれんな18歳成人か 二十歳で使いたいかも、金木犀は。まだかも。まだ金木犀は使わないでおこう。めちゃくちゃ嬉そう。 金木星惑星みたい確かにあれ本当なんだっけあれなんだっけあれなんだっけ「っけっけ花水木」は綺麗だよ花水木って曲はわかるけど「花水木」ってなんだ

花水木って本当に花あるの、木なの。植物、花。植物、花。木。植物、花、木。三つ出てます。春に咲く大きな花。なんか具体的だから、それが正しそうだな。 花水木って花水木って書くの花水木なんだえそれで結局木なのか花なのか何なのかでも春に咲く大きな花だと思っておいていい花が咲く木 花が咲く木なのあ木に花が咲くじゃ全部正しかったのか木に花が咲くんだねああいいかもななんか木に花が咲くってあんまりないし15歳ぐらいでなんか植えておこうかな木を植えておこうかな 英語では「犬の木」っていうらしいよドドックドックドックフラワードックフラワーどっからもじったんだろうどっから お庭広いんですか広くはないかなな、うん、広くはないけどなんて言ったら伝わるかなうん私の家もう一個分って言っても私の家のサイズ分からんからなまあこんな感じ。<laughs> 家もう一個分ぐらい家ぴったりもう一個入るぐらいうん何て言ったらいいんだろう行けば庭にありますからってないでもさ おばあちゃん家にね庭に川があって川またいでもそっちの土地でこっちも土地でってなっててその川にねちっちゃい頃自分の靴流しちゃったことがあってそれが超ショックだったのそれが超ショック100均の靴流しちゃってもうそれが超ショックで切なかった あれね、川にね私の好きなピンクの靴を流しちゃったの。なんかピンクの靴であの多分100均で穴が開いてる靴なんだけどそうあの、川があるっていうのはそういうことじゃなくてあの自分家の田んぼに繋がってる川っていうことなん,なん,で,すと思うなんですと思う。だから あれは自分ちの田んぼにつながってる川だからあの誰かの川じゃないんですけど <laughs> あの人の川じゃないそう田んぼにつなげてる川でも超ショックそれが思い出しただけでもう切ないあの靴がなくなったことがショックだったんじゃなくて 靴につけてた飾りごと一緒に流れちゃったのがショックそうそれでねその,あの友達と遊んでたのねちっちゃい頃で友達も取りに行こうとしてくれたんだけど流されちゃって。 えごめんねなんでそんな遠くに流れちったんだーってそうそう用水路的なやつちっちゃい川そう思い出すだけで悲しくなるでもねちっちゃい頃って何でそんなちっちゃい頃ことでへこんでるんだろうって思うよね今の私がさ川に靴流されたらもう笑い話にしてショールームでさあの蝶を話すんだけど いやー川に靴流しちゃったーって言うんだけどえっんか光ついた怖い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 言うんだけどさちっちゃい頃の私にとってはさあのすごい悲しかったんだよねそうあのー、ちっちゃい頃の私にとってはもうネタになんかできないもう切ないふえーんっていう感じだったからもう悲しかったそう 今の年になればショールームでネタにしてみんな笑ってって言えるんだけどその時はそんなこと言えないからさ悲しかったんだろうねまあそううーんでもどんな口で帰ったんだろうねその時だってさ 靴なんて2個持ってさおばあちゃんちとか行かないじゃんあでもその日お盆だったのかな分かんないけど靴2個持って行かないじゃん普通裸足で帰ったのか <laughs>、うん、えー、そんなさジブリみたいなことある靴なくなっちゃった裸足で帰ろうペタペターみたいなことあるかな あるかなそんなことえー、それともなんかドラッグストアとかで靴売ってたんかなドラッグストアっか <laughs> どうやって帰ったんだろうねえマジで思いつかない何でどうやって帰ったんだろう 田舎は普通にありそうだってさすがにないよ裸足で歩いたら足の裏いだいた,ただよ <laughs> えマジでどうやって帰ったんだろうねまあでも靴下履いてればいいだけか。 靴下履いてればまあ子供にとっては大丈夫なのかなそこまで気にしないのかな重要なところを覚えてないねどうやって帰ったんだろう靴流されてからどうやって帰ったんだケンケンとかだってまあそんな感じかな どううやっって帰ったんだろうね痛そうはるか村だったら少し浮いてるから大丈夫なんだけどなだってそっか新潟だと無理だったわあちゃートトロのメイちゃんもお母さんにトウモロコシあげる時はだしああ確かに。 確かにメイなんとかなんとかだもんだよねメイ絶対にあげるもんみたいな時確かに履いてないわ確かにな確かに春か村だったら靴がなくてもね確かに。 下がなくていいのか。ああ。私、ジブリのトトロめっちゃ見るよ。多分人生で多分結構見たと思う。トトロとニモはめっちゃ見た気がする。トトロとニモは多分結構見た。 いててそうにもは違うだってえなにもあ題名がってこと確かに。 なんとかカントカンにもだったかもそうディズニーでは一番見たかもにもポニョポニョはあんまり見てないファインディングニモのにもそうそうそれディズニーで一番好きなのはにもにもはジブリじゃないよだってえっディズニーってことじゃないの えディズニーだディズニーじゃないのニモってジブリってことニモってディズニーでしょこれ知らずにえ生きてきたのニモはジブリってことそうなのディズニーはアラジンが好きだって。 トイ・ストーリーディズニーだよねトイ・ストーリーディズニーだよなアトラクションあるしでも確かにニモってディズニーにアトラクションないわニモディズニーじゃないのニモディズニーでも確かにアトラクションはないけどお土産でも悪くない えアトラクションあるんだえ、2もディズニーだよねあるんだディズニー2も入ったことないかも「です」っていうコメントあった「です」<laughs>「C にあるんだ」 ピクサーだからディズニー。あ良よかった。なんかさ、ニモはなんとかじゃないよ、みたいなコメントが、なんか、1個、2個、3個見えて。え、ディズニーで合ってるよねちょっとよくわからない。コメントがもう進んじゃったからわからない。まあ、ディズニーってわかったからいいや。 ラプンツェルラプンツェルうん。うんプリンセス系は歌が好きだけどそう。 歌が好きだけど物語が好きなのがなんかトトイスーーリーとかかもそうなんか私たちは美しい美しい結婚して幸せになる私たち女性みたいなあのそういうキラキラ物語よりもなんか「トイ・ストーリー」とか「モンスターズ・インク」とかなんかそういうのが好き。 そういうなんか,か感動感動ばかり感動続きみたいなものよりもなんかあのなんか起承転結が面白いに振ってるものが好きでも小学校低学年の男の子とかが好きなやつが好きかな あと何が好きかなんです、ね。ニーうんそうかなあと何が好きかでも「トイ・ストーリー」と「モンスター・ズイザ・クが一番好きかもしれないけどちっちゃい頃の私がキャッキャッキャッって見てたのはなんとかなんとかにもかな そう,そうジブリだと猫の恩返しが好きだけどあのあれ顔顔なしがで千と千尋の神隠し」みたいなそれは私ちっちゃい頃に「金曜ロードショーだっけ」だけ聞い見たんだけどもうなんかお母さんが舞台だったらどうしようと思って怖くて泣いてた記憶ある。 だってさ自分の親が豚になる映像をさ小学校低学年ぐらいの子を見たらもう泣くよね。でも今考えたら全然泣く物語ではないけどだって豚だよ豚になるんだよ自分のお母さんがトンネルくぐってご飯屋さんでご飯食べたら豚になるんだよ。超ショックじゃない にさたくさん豚がえる中でさどれがお母さんか当てるなんてさうちっちゃい女の子男の子豚苦手に決まってるじゃん豚とか牛とかにさこうやってさ手出してペロペロってされるのとかさ牛,牛の時とか私超嫌でこうやってこうやって私はねこうやって牛の口に入れる時だけどこうやって渡せないからあと豚の匂いとか苦手だしさうって思っちゃう。 実際の豚だとマイクロミニ豚とかだったらかわいいけどガチモンの土とかついて「ドラドラ」みたいなこと言ってる豚がいると「はあ」ってなるしその中で豚当てるとかさ無理くないさすがに、うん。ちょっと無理だね。 そう牧場の匂いとかっ私苦手動物園の匂いとか動物園っていうかな、うん、苦手ちょっと怖かったあれはでも隣のトドロトドロはなんか夢があるというかなんか何も悲しいことが起きないしあとポニョでもポニョはちょっと怖かった ちっちゃい頃の私にとってはあのなんかお父さんみたいな人と海がなんか生きてるみたいに動くのが怖かった。 そう怖かったなぁ。トトロ怖いかな。怖いシーンある？でもなんかちょっと床がミシミシ言うのはなんか床抜けたら可哀想だなぁとは思ったことある。 階段上ってなんか2階に真っ黒クロスケがいるイメージだったんだけど私は真っ黒クロスケが出てくるところってだいたい床がミシ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 言ってたじゃんこれ床抜けたらかわいそうだなぁとは思ったことあるかも猫バスああそうかなかわいいなと思ってたけどね でもあれ怖くないんじゃない魔女の宅急便魔女の宅急便私さうんそうめっちゃ練習した覚えある曲そう好きだった好き好き今も好きほうきで空飛べるのかなって思ったもん 飛べるのかかなっていうかと飛べたら幸せだなって思ったけど今よく考えればほうきで空飛ぶとなんか固定されてないからなんかこっち向きに倒れたらこっち向きに倒れたりしちゃいそうで町の宅急便いいよね。 魔女の宅急便って「魔女宅」って訳すの?「つ」ですね知らなかったな「魔女宅」って訳すんだなるほどねまた一つ賢くなったそれは自転車移 それは自転車と一緒やろう知らんけどだってだって私自転車焦げないもん <laughs> 自転車焦げないから魔法魔法のほうきに乗っても乗れないよ魔女宅じゃないのかだってえ魔女宅って略すんですかあれは飛ぶほうきに乗ってるわけじゃないらしいだって。 トリ,トリック的なやつですか <laughs> 難しいそうなんだ普通だと思ってただ,だってそうなんだまあでもね「魔女の宅急便が」があのー、なんて言うんでしょうあのー、せ世界世界,世界日本であの流行ったというか あのすごいぞーってなってた時に私多分生きていないはずなのであのまあしょうがないでしょうはい多分生きてないんです申し訳ございません多分生きてない気がするないつだろう出てきたの私が生きてる間に出てきた記憶ない 生まれてない気がするんだけどな。私が生まれた頃の自分映画、なんだろうなんだろうな。私が生まれた時のジブリの映画、トトロもポニョもすでにあったし、ラピュタもあったし、 なんだろう。君の名はなの？え、君の名はってジブリなんだ。確かに私放課後、放課後保育、保育みたいなところで、あのひたすらあの小学校低学年ぐらいの頃君の名は見てた。 2008年なんだ。同い年なんだポニョ。ポニョポニョさんと同い年です。ポニョさん。やばい君の名はをね小学校低学年ぐらいの頃ひたすら見てた。 小学校の放課後の放課後児童保育みたいなところ君の名はジブリじゃないんかーいうん。天気の子うん。そうジブリじゃないにしてもめっちゃ見てました。小学校低学年ぐらいの時児童保育みたいなところに預けられてて。 夏休みとかはよく映画を見るんでですねそこ一日一個映画見る時間があって夏休みとかだとそれでなんか「君の名は」とかだけなんかめっちゃ出てくるんだけどみたいなそう「君の名は」をひたすらみんなで見てました。 でも確かに小学生にとっては何回も見ないと理解できなかったからあのまあよかったそうでも1回普通のスピードで見たら2回目なんかちょっともうあの早送りで見たいけどねあとねあ,あの言い過ぎだなまだ ででももどこでもそんな名前なの名ななか大体さそこって花の名前じゃないな,なんかコスモスとかなんかチューリップとかそういう名前ででもその学童保育であれも見てたうさぎであのなんかめっちゃうさぎの耳が長くて安全ピンが止まってるやつ。 ウサギの耳が生えてんだけど安全ピンで止まってるウサビッチだっけそうそれ見てたなんかひよことか出てくるやつえ見たことあるそうそうロシアなんだへえロシアのウサビッチっていうキャラクターで あのそうほあの,ー、あのひよこがひよこ一匹うさぎ二匹のアニメでそれもめっちゃ見た記憶ある俺も見てただって世代同じ世代同じは違うか そなんか脱走するやつそう脱なんか脱走するためにいろいろ挑戦するんだけどなんか爆発したりするやつちょっとスポンジボブっぽいスポンジボブにあのー、脱走の設定足したらそんな感じおお <laughs> でもスポンジポップも好きだなあと何流れてたかなあ,あ24分早っひよこの名前コマネチなのマジで嘘でしょほ本当 ヒヨコの名前コマネってガチですかそんな名前だっけでもさ喋らなくないコマネチなのマジでコマネチしないけどね。てかそんな手長くなコマネチできるほど手長くなくないあのひよこ。なんでその名前なんだろう なんかどっかの国の言葉なのかな?「コアネチはもしかしたらどこかの言葉では何か最高に美しいとかそういう意味なのかなそういうこと?「コアネチ知ってるのに驚きだってえそうそうなの 名前うんでもまあコマネチって確かにね今コメント見たら「金メダリストですよ」とかいうコメントもあったから。 日本じゃなければ確かに普通に名前になるのかへえちょっとマネ口だったんだでもまあしゃべらないから分からなかったあのウサギウサギたち喋らなくないウサギふにゃふにゃふにゃみたいななんか隅っこ暮らしみたいな設定じゃないの喋らなくない わからんの。よいしょ。二十七分だ。壇上読もうかな。よいしょ。どどあれこれ違う違う違う。え？うんどうしたらいいんだろう。 違う違うあんあダメだこれどうしたらいいんだろううん出てきたあー今日も時間なかった13位八王子さん12位ベロさん11位ゴーチューン沼チュンさん1位チェリー・モエ・ナナグッドさん 九位山っぴさん、八位スーさん、七位佐藤塚さん。六位ケンジです。三。五位マーチさん、四位ジェラールさん。三位リエジャンズさん。二位シューウィズさん。一位タカラさん。ありがとうございました。次の配信は何。なん。 何時だっけ ?15 時から16時とかかな。まあそこあたりです。次は15時から。それでは、ありがとうございました。では、バイバイ。 バイバイ。コメント見れない。どこどうしたらいいんだろう。あ、出てきた。1分粘るどうする ?1 分ちょっと粘ろうかな。始めるの数十秒遅れたから。あ、あと最後の19時から20時、制服着るからねっていう感じ。制服着ます。 29分から全然進まない。縦画面慣れない、これ。では、バイバイ。